チャクリー王朝は、1782年、乱心を起きたしたターク新王を処刑した、ラーマ一水によって起こされた、タイの、元、王朝。首都がバンコクにあるため、バンコク王朝、あるいは、王宮がウンガとチャオプラヤー側に囲まれた、ラッタナー交信島にあることから、ラッタナー交信王朝という別名がある。2020年現在まで続く王朝で、 現在のラーマ10世を含めて10代の列強が名を連ねる。チャクリーとはラーマ1世の改名前の名前である。トンブリー王朝がアユタヤ王朝を占領したコンバウン朝にとって変わりいを掌握すると各地に軍閥のような勢力が力をつけてきた。ソムゲットチャオプラやマハーカサットスックもそのような中の一人であった。トンブリー王、タークシンは その圧倒的なカリスマ性と軍事力で何とか大全国を維持していた。しかし、タークシン王は晩年精神に異常をきたし、そのカリスマ性に影りが見え始める。その中で管理のプラヤーさんがタークシン王を寺に遊兵し、自分が摂政に就任。これはソムデットチャオプラヤーマハーカサットスックがカンボジアの遠征の途上であった。プラヤーサンカブリーは ついで応用も狙ったが、急報を受けて帰還したソムデッドチャオプラヤー、マハーカサットスクによって摂政から降ろされた。チャクリー王朝のエンブレム。スガルシャナの中にあるトリシューラ・ラーマ一世は、トンブリー王朝下でも、破格の出世を遂げ、大使を通して滅多に与えられることのなかった、ソムデッドチャオプラヤーの位を受けた。そのカリスマ性は、タークシンに負けず劣らずで、プラヤーサンカブリーによる、 反乱軍を制した後、管理ラに推挙され、王位についたとされる。ここに、着利王朝は成立した。この王朝の体制は、絶対王政であるとされるが、実際に王の意向が及んでいる地域は、バンコクとその周辺地域のみであった。地方政治は中央に忠誠を誓う地方の豪族、あるいは中央の派遣知事に任ぜられ、その行政は、 実質の話状態であった。ラーマ2世、ラーマ3世は詩人であり、ラーマ4世は仏教改革者あるいは西洋に門戸を開いたという功績がある。この時代、王一人が何十人もの妻を持ち、何十人もの子供を持っていたため、王族の数が多くなり、権力は分散してしまった。中央政府では王公貴族の権力が強大で、 戦時中以外は王の権力が一般に弱かった。王の特権は富と文化の中心であることだけだった。特にこの時代、ブンナーク家が王族との婚姻により大きな力をつけ、本来王が行うはずの王の承認まで口出しするようになった。ラーマ五世は王の力を強めるため着利改革を行った。この改革は近代化政策を取った。西洋を手本に、 国内の交通、通信を整え、中央政権支配の基礎を整えた。この時代、ラオス・カンボジアと南部の一部をそれぞれフランス・イギリスの植民地となった。残った領土を死守するため、タイを中央集権国家にすることを決め、各地の王を廃止し、各県を中央政府の支配下に置いた。一方、中央にはびこっていた文楽系は奴隷解放などの政策により、 財力を失い、官僚制導入によって、ほぼ行政的な意味での支配力を失った。ラーマ5世は自らをイコール文部管理の長となって、ほぼ完全な貴族政治から離れた絶対王政を実現した。ラーマ6世に至っては、不王の作った絶対王権によりやりたい放題だった。着陸王朝史上初めての留学生であった。愛国精神を強調し、 財政の続く限りスワパダンなどの愛国主義に満ちた無意味な浪費を続けたため、そのうち官僚の不信感が高まった。ラーマ五世の代まで王室は中国の姓、帝を自称し、家人を優遇したため、家人が暴利を貪さぼっていた。これに対し、ラーマ六世はこの家人優遇政策を一点、論文、東洋のユダヤ人を表し、家人の批判を行った。 一方で歌人のタイへの同化を図り、俗地主義を導入した。ラーマ7世も留学により、より新しい西洋の教育を受けていた。このため、ラーマ5世、6世が民主主義はタイの風土に合わないと述べていたのと違い、民主主義には元来積極的であった。治世中には、ラーマ6世の財政浪費がたたり、官僚の大幅リストラを行ったが、 ラーマ6世時代から集積する官僚の鬱憤が次第に高まっていった。そのため憲法を設置し本格的な民主主義を設置しようと憲法を公募し、その草案に過失した上で発表しようとしたが発表直前に残存していた王族勢力の猛反対にあい憲法布告を諦めた。これを見た官僚勢力は猛烈に起こり、 官僚のプリーディーパノムヨンは陸軍勢力のプレーク・ビブーンソン・クラーム元帥、プラヤ・パホン・ポンパユ・ハセーナー大佐と共同で立憲革命を起こした。これによりチャックリー王朝の絶対王政は崩壊した。その後のチャックリー王朝の王は単なる区物として扱われた。ラーマ発生時にはその権威は完全に失墜し、戦時中には日本の友好象徴として祀り上げられた。 その後、ラーマ8世は戦後、謎の変死を遂げることとなった。後継のラーマ9世には、憲法の枠内での立憲君主として大きく、国家元首としての地位の回復をした。即位してから20年続いた、摂政時代には、特に目立った行動はなかったものの、暗黒の5月事件の時には、当事者のスチンダー・クラープラユーンと、チャムロンシーム案の調停役を行った。 この時の様子はテレビで放映され、当事者二人が国王の前に泣きながらひざまずいている姿は、国民に大国王ここにありと見せしめ、一部では政治介入に危惧する声はあるものの、国王の評価が非常に上がり、国民に尊敬される着立史上初めての国王らしい王となった。2016年10月13日のラーマ旧制後、1ヶ月半ほどの空位を経て、 12月1日に、ラーマ10世が即位した。2020年代に入ると学生らの間に、それまでタブー視されてきた王室批判や王室改革を求めるデモ活動が見られるようになった。着利王朝には、他のインドシナのジョーザブ仏教国同様、副王の制度があった。以下に、着利王朝期における副王を挙げる。副王から国王になったのは、ラーマ二世ただ一人で、 国王の周りには、反国王派などの溜まり場となることが多く弊害が多かった。そのため、ラーマ5世以を最後に任命されなくなった。同時に、西洋を真似て、摂政と王太子の制度が導入された。ありがとうございます。